6畳一間ボロボロのアパート、二人でいるには少し狭いよな。やらなきゃいけないことたくさんありすぎて嫌になって家を飛び出した。夜中の公園ランドリーが二人の秘密基地、洗って乾くまで大体話で舞い上がって、街がね静まった後で回る時計と洗濯機、なんだかおかしくてそれだけでいい気がして。